皆さんおはようございます。ある国のことについて好きなのか嫌いなのか、まず自分の目で足で確かめないと一言好き嫌いとは言えないとおっしゃるのはノンフィクション作家の川添恵子さんです。今日は川添さんのところへ参りまして、安倍総理が参戦が決まりましたこともありまして、合わせて日本が東北アジアにおけるこれからのポジション、そして隣国との関係どういうことになるのかお話を伺いたいと思います。川添さん、ナイスとミーチユー。ナイスミーチユー。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。安倍総理が参戦が決まりましたですね、はいはい、しかしこれからの3年がそうですね、なんか思っただけでも大変だなと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、そうですね。でも安倍総理は非常に何て言うんですか、うまく自分をどうコントロールするかも分かっているので、実はメディアが相当批判しているようですが、現実的に支持率は高いんですよね。ですからこの3年間でもう本当に自分の思いの丈を勝負してしてくださるんではないかと私の中で期待してます。それとやはり今アメリカがトランプ政権ですので、トランプさんと安倍首相の相性は私悪くないと思ってるんですね。である意味で言うと、その憲法改正とかそういった問題はこうアメリカの外圧があった方が実は日本は動く部分もありますよね、まあ、国民の民意は別としても。ですからまあそういったところで考えますと、いい時期に安倍さんあと3年まず頑張るっていう状況にあるんではないかと思います。しかし本当に国際情勢って刻一刻とこう、はい、もう寝てる間にも次のステップへこう、はい、変わっていきますけれども、ついこの前も韓国の大統領と金正恩が、はい、韓国大統領が平壌に行かれまして、はい、ハグして、はい、もう兄弟みたいに仲良くやっております。それを見てますとね、韓国もこれから変わっていくんじゃないかと思いますけど、はい、朝鮮半島はですね、はい、どう思いますか。そうですね、まず私はもう去年あたりから統一朝鮮に向かって朝鮮半島は動いているということを講演会とか、まあ、原稿で書いたりもしていました。でそれはですね、ある意味で言うと30年遅れの東西ドイツの統一と同じようなものであって、やはりワンネーションですよね、一つの朝鮮民族である、そこの、まあ、ある種で言うとずっと分断が38度線であったと、もうそういう時代ではない、もう一つになって一つの、まあ、国になっていく方向であろうというふうに私は見ていて、それをまあ世界の大国ですね、大国はそれを了承している、だからそういうふうに動いていけるという状況になっているのではないかと思うんですね。それがある意味で言うと、そのトランプさんがテロとの戦いはもう終わりだと、で自分たちの敵というのが、まあ、中国であったり、まあ、ロシアのこともまあ注視して警戒していると、それは結局今まで の敵と言われていたものは、まあ、テロ国家って言っていいかわからないんですが、北朝鮮とか、まあ、シリアとかイランとかそういった国なわけですけど、そういったところをアメリカがこう戦う相手とするんではなくて、もう本丸は中国であると。だからとにかく朝鮮半島のことは民族で、まあ、うまくやっていってほしいというような私の流れにあると。ですからやはりそれを日本は38度線が下がって対馬海峡のところまで下がってくるという前提のもとで防衛を考え直すしかないというふうに思っているわけです。そうですね、確かに同じ民族が統一しなければいつまでもこう戦いとかいがみ合うというのはやっぱり国民にとって良くないことですものね。そうなんです。でそれと例えばロシアのプーチンさんの立場からすれば、例えば北朝鮮に天然ガスを売ると、ガスパイプを通して、ところがそこで寸止まりになって韓国まで売れないわけですよね。でも朝鮮が統一した していけば、まあ、朝鮮半島に全部天然ガスを売ったりできると。ですからある意味で言うとロシアでありプーチン大統領の立場は統一朝鮮を非常に強く望んでいる国であろうというふうに思ってます。そうですね、はい、それと西側の資本主義国家もそれなりに川山用があると思いますね、はい、モンジョイ韓国の大統領がですね、はい、北朝鮮行かれるときに企業四大企業のトップを連れて行かれましたよね、はいはい、これも何かやはり統一になればビジネスのチャンスもあると。
そうですね、あのやはり、まあ、北朝鮮はやっぱり人件費はまだとても安いですよね。ですから、まあ、北朝鮮で工場を作るとか、もちろんそのうちに生活レベルが上がれば消費能力も上がりますから、そういった部分で一つのポテンシャルがあると。でもう一つの北朝鮮のポテンシャルというのは、あの含み資産です。要するにレアメタル、レアアース、あの類が、まあ、一説によると6兆ドルから10兆ドルぐらいあるって言われてるんですね。それで2002年とか3年あたりに一時期それを再建化して、まあ、再建化したのはイギリスとかあと中国とか、そしてそれでお金をもらってやっぱり核開発を金正恩のお父さんなんかやってたわけですが、ですからまあそういった意味でもあの、まあ、資産といいますか、そういった資源があるという部分では、それをまあ再建化してそれでお金を借りたりして、そしてまあもう一度国を作り直す、統一朝鮮としてということは、まあ、不可能ではないというか、そういうストーリーがあるのではないかというふうに見てます、うん、そうですね、はい、そうすると今まで北朝鮮の後ろにこうサポートしてくれている中国、さらにその後ろにロシア、はい、そして韓国の後ろ側に、まあ、日本とアメリカ、はい、こう最終的にはどういうふうにこう発展していくんでしょう。そうですね、まずですね、中国っていうものを一つの人間と考えたらダメなんですよね。あ、そうなんです。で、今まで長らく金王朝を支えてきたのは江沢民派です、うん、で江沢民派であり、あとは、まあ、北部戦区っていうところがあるんですが、昔は信用軍区と言っていた、2016年まで言っていた場所で、それは東北三省です。そこと、あの特に、まあ、大連、遼寧省っていうのは、あと吉林省は北朝鮮と接してるわけですよね。その軍区と金王朝が非常にいい関係だったんです。でところが習近平さん、今の国家主席習近平さんは、そこの軍区に対してはジャッジできないぐらい力を持ってないわけです。江沢民に負けてるところですね、はい、ずっとそうなんですね、うん、ですからある意味で言うと金王朝と中国の関係というより金王朝と信用軍区、もしくは江沢民派の関係だったんです。それがまあ今年あたりからちょっとずつ変わってきて、まあ、ある意味で言ったら習近平一派が北朝鮮との一緒に利権をまあ共有するような体制になりつつあるんですが、じゃあ旧勢力はそれをどうぞってあげるわけはないわけですから、なかなか厳しいところあるんですね、うん、ですから今まで通りの中国、習近平であって金正恩さんが上にいる限りは、 ある種で言うと仮面夫婦っていうか仮面兄弟国みたいな感じで決してそんなになんていうんですか、本当に素直にいい関係っていうような状況にはもう私はなり得ないと思ってるんですね。いや、国際情勢って本当に表面で握手してニコニコして調書にサインしたりして、はい、その裏でもう大変なことがもう、そうです、おそらくご本人たちもわからないうちに進行されていってるんじゃないかと思いますけれども、はい、まあ、それぐらい国際情勢ってややこしくて大変だなと思います。あとやはり北朝鮮だけではなくて朝鮮半島の人たちが真剣になって危惧することがあるとすれば、中国はやはりエスニッククレンジングをしてきたわけです。でそれで非常に分かりやすいのが東北三省に行った満州人、満州人は満民族っていうパスポートというか戸籍は持ってるんですが、だけど満州語は書けないし読むこともできないし、ですから事実上文化はなくなったわけです。でましてはまたウイルグルの問題とかチベットとかモンゴルとか、全部ある種で言うと漢民族になれと、要するに中華民族だっていう形に押し付けられてるわけです。とすると国境線で陸続きである朝鮮半島も同じことなわけです。なるほどね。それを非常に金王朝はそもそも恐れていたから、私は核を彼らは持つ、それから、まあ、ある意味で言ったら心を許さないというか改革開放を朝鮮半島で北朝鮮はしなかったんだというふうに私自身は解析してるんです、ね、はい、ですからある意味で言うとやっぱり習近平さんがアメリカに行った時に、かつて朝鮮半島も中国のものだったっていうのを発言していたということを、トランプさんも言っていて、やっぱりそれはすごく朝鮮半島として恐れることですよね。川添さん、コマーシャルの後またよろしくお願いします、はいはい。
川添さんね、はい、北朝鮮ってやっぱり昔からイメージ的に英語では very rude で、怖い相手だなって、普通の人間の会話じゃ通じないだなって思いますけれども、トランプ大統領と会ってから、金正恩さんがですね、会ってからコロンと顔の表情まで変わりましたって、はい、やっぱりカンフル剤もらったんじゃないでしょうか。そうですね、ある種で言うと、平和条約をね、アメリカと結びたいという部分はまだ達成してないので、消化不良な部分は金正恩さんにあると思うんですが、何かほっとしたんではないかと思うんですよね。それとやはりそのよく、北朝鮮は確かに本当にルードな部分はあって、それはもちろん中国もそうなんですが、北朝鮮という国と実はシンガポールって似てるところあって、シンガポールも明るい北朝鮮なんですよね、独裁政権で。確かに独裁政権です、はい、一見して見えないけれどもね、はいはい、言論の自由はそんなにないんですよ。で、新聞メディアも本当に例えばリー・シェンロンさんの、ね、トップのこと悪口を書くとか、そんなことはできないわけですよね。だから、李王朝と金王朝で実は似てるところがあって、ね、はい、ですからなんかシンガポールで会議したのも何か意味もそういう部分もありそうだし、で、シンガポールのような形を目指すっていうようなことを、キム・ジョンウンさんが言ってたっていうのも、そういった似てる部分が非常にあるから言ってるんじゃないかなというふうに思いました。そうすると習近平はそうはいかないってにらみつけますでしょうね。そうですね、やはり習近平であり中国共産党は自分たちが支配をしたいんですよね、要するにもう本当に世界を自分たちで支配したいわけですが、その中でも朝鮮半島というのは自分たちのものだという意識で、それはもちろん台湾に関してはもっとですけど、至るところ全部自分のもの、南海諸島も全部自分のもの、そうなんです。そのうちアメリカ大陸も自分のものになってしまいそうですね。まさにそうなんです、ですからそういった共産主義っていうのはそういうものの考え方だっていうのを多くは知らないわけですよね。で、私なんかはそれを肌で感じた部分と分かってる部分があるわけですけれども、いずれにしてもですから、習近平さん、今の中国がやはりこう世界を支配しようと思っているということを実はある意味で知っているのは、私はアメリカのトランプ政権だと思ってるんです。ですから、だから今いろんなことで、言葉は乱暴だけど奴らはスパイだと、例えば留学生はスパイであるとか、全部が全部っていうのは決して良くない言い方ですけど、でもそういったことを言ってるのは、中国は確かにアメリカに含めて、このカリフォルニアにも含めてですけど、大量に留学生から企業からいろんな人を送っていて、それはある種でいうと共産党の出先機関なんですよね、人であり。日本にもたくさん入っているはずですけどね。そうです、ですからそういった人たちをコントロールしながら、そのアメリカを赤くしていく、要するにもう共産主義化していくっていうことをやっているし、日本にもそれをやっていると。ですからその流れを切る、その世界の流れとして、その赤化が進んでいく流れを切ろうとしているのが、私はトランプさんだと見えていて、なるほど、ね、でやはり21世紀の赤狩りがソ連人ではなくて中国人になったんだというふうに私は見てるわけです。中国政府がアメリカにいらっしゃるその科学者とか、はい、そういう有能な学者たちとか大学で教えて教授とか、はい、がサイエンスの方ですね、片っ端から中国の千人計画です。そうです、引っこ抜いていってるわけですよね、はい、そしてこの人たちは結局アメリカのいわば秘密みたいなものを盗んででも、はい、出さなきゃいかん。それが今トランプ大統領がもう片っ端 FBI を使ってコンコン、そうですね、コンコンってこうやってます、ね、何百人捕まってるらしいんですね、はい、だからまさに赤狩りなんですよ、まさに21世紀の赤狩りで、やはりその千人計画で選ばれている、中国人の方ね、アメリカの国籍を取った方でもまた中国に戻してる人も一部もいて、そういう方が学会とかでまたアメリカに来ようと思ったらビザが下りなかったっていう ね、事件といいますか、報道もあって、で全てを盗っとと言っていいかわからないんですが、やはり有能な人は有能なものを取れる力がありますよね。そういう学会にも参加するし、そういった仲間がいるし、そういったところにアクセスしやすいわけですよね。でそういった方法で、今までずっとそのアメリカの、技術、もちろんそれは日本もそうです、取られてきたと。もちろんドイツとかその西洋社会も
その流れをやはりトランプさん非常に危惧していて、で徹底的にメスを入れると。まずこれは中国統一戦線っていうような組織がありまして、その工作と言われてるんですが、特にその優秀な人の話はそのおっしゃった千人計画というものなんです。で実際千人計画の外国人バージョンがありまして、日本人の優秀な、もともと大企業にいて技術畑の方なんかも外国人専門の千人計画選ばれている人がいて、やはりその中にはアメリカ人、日本人、そしてドイツ人あたりが多いんですよね。ですからその彼ら優秀でいい待遇で中国で仕事をするのはいいんですが、中国の目的は軍需拡大、確かに、ね、で中国製造2025という形でとにかく軍拡をして世界でナンバーワンの軍事力を持つことによって世界を制覇するというのが中国の夢ですので、それを絶対にのよしそっちに行かせないようにしようというのが今のアメリカの政権の動きで、私は非常に個人的には応援してるんです。そうですね、確かに習近平さんがチャイニーズドリームって言った時に、どこで聞いたことあるの、アメリカンドリームをもうやめて今度チャイニーズドリームということで、はい、みんながじゃあそっち行こうかということで、まあ、動き出したんですけれども、しかしその民主主義的な世界の、まあ、制覇という言葉は良くないかもしれないけれども、はい、なら分かりますけれども、違う人種違う民族をこうジェノサイドしたりとか、それは絶対許せない。しかも全員肌の色は何であろうと、なんとマズラムの人たちまで、あんたたち中国人だからねって言い出しましたよね、はい、これはちょっと考えさせられますね。そうです、ですからやはりそのトランプ政権がやってることに実は追随しているのがもう欧州連合もそうなんですね。そして WTO に対しても中国が知財を盗んでるっていう提訴 の準備書面を作り出したり、あとやっぱり自由と民主、法の下の平等、人権、これを価値と基準としている西洋社会みたいなことをヨーロッパも言い出してるんですね、特にこの数ヶ月ですから。それは明らかに中国がその価値を持っていない、その価値じゃない国として中国共産党が動いているということを警戒しているってことがよくわかるわけです。もうだん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 やっぱり孤立させられていくことになるんでしょうね、中国は そうですね、今までむったにこう追い張りはできなくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。川瀬さんどうも今週あっという間に終わりましたけれども、はい、来週また引き続きお願いいたします、はい、今週どうもありがとうございました。